高校野球速報中準決勝仙台育英×昭工学院東北対決2022年8月20日夏の全国高校野球は20日準決勝の2試合が行われます第1試合は宮城の仙台育英と福島の昭工学院が対戦しています準決勝では史上初めてとなる東北対決の試合経過を随時更新してお伝えします 123-456-789-KH。123, 6, K, H, 仙台育英011200-2515。01, 12, 00, 15, 商工学院100-0014。試合経過。6回表仙台育英。さらに2点を追加。仙台育英は橋本と森のタイムリーで2点を追加しました。7秋元レフトフライ。8湯田フォアボール。 9、岡田、レフトへの、ツーベースヒットワンアウト、二塁、三塁。1、橋本、ライトへの、タイムリーヒットワンアウト、一塁、三塁。仙台育英、14、一商工学院。2、山田、ライトフライ、二アウト、一塁、三塁。三森、宇宙館への、タイムリー、ツーベースヒット、二アウト、二塁、三塁。仙台育英、15、一商工学院。4、斎藤、フォアボール、二アウト、満塁。5、岩崎、ライトフライ。 5回裏、昇和学院は、三者凡退。八、長ため見逃し三振。九、や山ピッチャーゴロ。一、赤堀ショートフライ。5回表、仙台育英、チャンス作るも、相手の攻守に阻まれ、無得点。仙台育英は、ノーアウト二塁のチャンスを作りましたが、昇和学院のセンター安田のファインプレーなどもあって、得点できませんでした。三森、レフトへの、ツーベースヒット。 4斎と左中間を抜けるかという当たりも、攻守でセンターフライに。小岩崎ライトへのファールフライライトの攻守。6遠藤センターフライ。4回裏昇工学院この試合初の三者凡退。五山朝ライトフライ。6仮のセンターフライ。7位と空振り三振。4回表仙台育英得点圏に進むも得点できず。 仙台育英は、先頭のユダが、ツーベースヒットを打ちましたが、後が続かず、得点できませんでした。8ユダツーベースヒット。9岡田ファーストゴロ2塁ランナーが、3塁でタッチアウト。1橋本センターフライ。2山田センターフライ。3回裏小工学院ンランナー出すも得点できず。 商工学院は先頭がヒットで出ましたが、続くバッターがダブルプレーとなるなどして、得点できませんでした。仙台育英投手交代公共、湯田。に高中センター前ヒット。三、安田ピッチャーゴロダブルプレー四、三好センターフライ。三回表仙台育英2点を追加。 仙台育英はフォアボール一つとデッドボール二つで満塁のチャンスを作り、6番遠藤のタイムリーヒットで2点を追加しました。1橋本レフトフライ、2山田センターフライ、3森デッドボール、4斉藤フォアボール、5岩崎デッドボール2アウト満塁、6遠藤レフトへの2点タイムリーヒット。仙台育英、131商工学院。 7、秋元セカンドゴロ。2回裏、昭和学院ランナー出すも得点できず。昭和学院はヒットが1本出ましたが、得点できませんでした。7、伊藤、ショートフライ。8、長ためレフト前ヒット。9、佐山、空振り三振。1、赤堀、センターフライ。2回表、仙台、育英打者。14人の攻撃一挙、11得点。 仙台育英は4者連続を含む7本のヒットを集めるなどして、打者14人の猛攻で11点を奪い、逆転しました。小岩崎フォアボール。6エンドレフトへのツーベースヒットノーアウト2塁3塁。7秋元ライトへの同点タイムリーヒットノーアウト1塁3塁。仙台育英1一小高学院。8高橋レフト戦への勝ち越しタイムリーヒットノーアウト1塁3塁。 仙台育英、二位地商工学院。九尾型ライトへのタイムリーヒットノーアウト二塁三塁。仙台育英、三一地商工学院。商工学院投手交代、小林さや山、ま。一、橋本フォアボール、ノーアウト満塁。二、山田空振り三振ワイルドピッチの間に、三塁ランナー帰る。仙台育英、四一地商工学院。三森ショートのエラー。 仙台育英5位地消工学院4斎藤ライトへのタイムリーヒット仙台育英6位地消工学院5岩崎フォアボールワンナウト満塁6エンド宇宙間への3点タイムリーツーベースヒット仙台育英9位地消工学院7秋元ライトへのヒットライトエラーで自身もホームへ仙台育英11一地消工学院 8、高橋空振り三振にアウト。旧岡田ファーストゴロ。1回裏、商工学院が4番三吉のタイムリーで先制。商工学院は4番三吉のタイムリーヒットで先制しました。その後もワンアウト満塁と攻めましたが、仙台育英がダブルプレーでしのぎました。1、赤堀フォアボール。2、高中キャッチャーフライ。3、安田センター前ヒットワンアウト一塁三塁。 4、三好レフトへのタイムリーヒットワンナウト2塁3塁。仙台育英01小工学院。5、山朝フォアボールワンナウト満塁。6、狩りのピッチャーゴロでダブルプレー1回表仙台育英チャンス作るもスクイズ失敗などで先制ならず。午前9時、準決勝第一試合が始まりました。先行は仙台育英です。現地の気象状況です。 甲子園から10キロほど離れた神戸市の午前9時時点の気温は28.8度。南西の風3メートル。雨は観測していません。仙台育英は1番と2番の連続ヒットでノーアウト1塁3塁のチャンスを作りましたが、スクイズの失敗などがあり、先制点を奪えませんでした。1橋本センター前ヒット。2山田ライト前ヒットノーアウト一塁三塁。 三森サードゴロワンナウト二塁三塁。四斎藤スクイーズ空振ブリ失敗で三塁ランナータッチアウト。その後、セカンドゴロ。先発メンバー。先行仙台育英。一、中、橋本渡る川。二、優、山田治成。三、三森クランド。四、右、斎藤明。五、一岩崎聖生渡る。六、左、遠藤太子。七、二、秋元京。 八、投げ高橋丸、こうまれ。九、ほ、小方、樹人。高校、商工学院。一、ゆ赤堀さ。二、二高中和樹、和ず三、中、安田、淳平。四、右、三吉、元気。五、ほ、山あさ、之介。六、左、かの、安史明。七、一、伊藤、はるか八、三、長た明あ九、投げ、小林、五介。仙台、育英宮城。 140キロ台のストレートを投げるピッチャー5人を要し、ここまで3試合を系統で勝ち上がってきました。チーム防御率がベスト4の中でトップです。エースの古川翼投手を含めて、1試合の球数が100球を超えたピッチャーはおらず、余力を残しています。一方の打線、チーム打率もベスト4の中でトップです。 打率5割で、準々決勝では4番を務めた遠藤太子選手を筆頭に、上位打線が軒並み好調な上、送りバントや投塁など、小技や機動力を絡めた攻撃で、得点を重ねています。勝てば準優勝した2015年の97回大会以来、3回目の決勝進出です。今大会成績、3試合。2回戦10、10-0鳥取賞、鳥取。 3回戦、54、秋秀日立、茨城。準々決勝、62、愛工大名電、愛知。打率39、394 HR。HR0。盗塁、8。ギダ9。得点21、1試合平均、7。防御率、1.67。失策、3。失点、6。1試合平均、2。商工学院、福島。 ここまで甲子園で優勝経験のあるチームを次々と破って勢いに乗っています。ここまで4試合すべてに登板しているエースの佐山未来投手は合わせておよそ30イニングを投げて防御率は2.43、フォアボールはわずかに3つと安定したコントロールで調子を上げています。またエラーの数も4試合で2つとベスト4の中で最小です。 打線はホームラン3本はベスト4の中でトップです。準々決勝の1回にはヒット5本で一挙に5点を挙げるなど集中打で一気に得点を重ねていて仙台育英の強力なピッチャー陣をどう攻略するか注目です。勝てば学校としては初めて福島県勢としては岩木が準優勝した1971年の53回大会以来の決勝進出です。 今大会成績四試合。一回戦四に日大三、西東京。二回戦三に横浜、神奈川。三回戦8、1、鶴ヶ岳、福井。準々決勝十五九州学院、熊本。打率三百五十六、h r 三、盗塁後、ギラ九、得点二十五、一試合平均六点二五、チーム防御率二点五零。 失策2、失点10、1試合平均2.5。